年もドラフト1位の子だったっけ。確かそうだような気がする。これを、あ、いいね。
何あげるとするじゃあ。よし、4つアド。
座ってますよ。失礼しました。田島投資のお話を伺います。元の投資からも大人がありましたが、救援陣大活躍ですか。そうですね、本当にみんなで協力していい形で投げられたいと思います。田島さんももちろんそうなんですが、その前を投げられる又吉投手、岩瀬投手、それぞれどんな風に見ていますか、ブルペンから。本当にいい流れで渡してもらっているので、僕もすごい投げやすくやらせてもらってます。そして完成させる立場としてプレッシャーのかかる場面が続いてますか。そうですね、まだまだファンの皆さんにも心配な目で見られているので、安心して見られるように頑張りたいと思います。どうだね、出せるよ。6月はなんと6試合目の完封勝利ですよ。そうです、野手の方が早く点取ってくれて、ピッチャー陣みんなで粘り強く投げられてる結果だと思います。一時は12枚で膨らんだ借金が3分の1まで減りましたね。本当に本気出してくれると思うので、早く借金をチャラにして貯金できるようにしたいと思います。ファンの皆さんにメッセージをお願いします。上も少しずつですが見えてきてるので、安心しとるね。いいものでしてもらえるようにみんなで協力していきたいと思います。頑張れよ、頑張ってよ。いよいよオールスター前の借金完済も夢にかかりました。そうですね、一つずつ返していかないといけない、こればっかりは。明日のゲームありますし、全員で勝てるようにしっかり準備していきたいです。大野投手、田島投手にもう一度大きな拍手を。